さびこんなに寒いとは思わなかったね。砂漠の島であんなに大口叩いてたのに、クラインが一番寒がってるじゃない。寒いです。シリカはピナがいるからまだいいよ。モフモフしててあったかそう。感情氷山フロスヒルデンか。奥に随分高い山があるな。あそこに行くのはなかなか骨が折れそうね。腕が鳴るね。パパ、一度この島の様子を確認しておいた方がいいですよ。ああ、わかった。とりあえず島を一周してみよう。早く攻略してしまいましょう。はい、こっち。ここは高度制限が厳しくてあんまり高く飛べないみたいだね。早く上の方まで飛べるようになるといいな。楽しいな、アスナは。すごいすごい、やるね。少し開けた場所があるぞ。そこにあるのは洞窟の入り口ね。Thank you.
に装置があるよ。この島を攻略する鍵になりそうね。今日は落ちようか。ああ、じゃまた明日集合だな。ここで解散しよう。みんなお疲れ。さて、俺はもう少し街を見ていくかな。新しい武器が入荷しているかもしれないし。なんだか向こう側が騒がしいな。あっ！大丈夫か？私を隠して。は？いいから、私は後ろに隠れるからね。おい、貴様、この辺りで少女を見なかったか？あっち側の方に走ってったけど。そうか。これでよかったのか？そういえば、今探していたあの男、君はもしかして？かばってくれてありがとう。私の名前はセブン、シャムロックのギルドリーダーよ。やっぱり俺、君と会いたかったんだ。あら、あなた私のファンだったの？じゃあお礼にサインでもどうかしら。いや、ファンとかじゃなくて、七色博士としての君に話を聞きたかったんだよ。シャムロックに入隊したいとかでもないのよね。ああ、こっちだか。こっちもいなかったよ。どこ行ったの？まだ探してる。しつこいわね。君のギルドの奴らってお付きの人みたいなもんだろ。なんで逃げてるの？このセブンちゃんにだって一人でのんびりしたい時くらいあるわ。そうなんだ。しかし学者と歌手の掛け持ちなんてよく務まるな。まあね。ただこっちの活動だって考えがあってやってるわけだし、面白がられてることは承知よ。そういえば
日本ではこんな様子を神輿に担がれるって言うんだっけ。アイドル様は意外と冷静なんだな。研究ってお金と時間がかかるのよね。今は幸いパトロンがいるからお金の心配はないんだけどね。研究費がいつ打ち切られてもいいように稼げる時に稼げる算段を整えてるだけ。アイドルって弾けるといろいろ儲かるからね。ちくわー、どこに行かれたんだ。しつこいわね。今日はもうログアウトしようかしら。あ、そうだ、名前を教えてよ。キリト、スプリガンのキリトだ。いい名前ね。じゃあまたどこかで会いましょう。そうだな、俺もログアウトするか。あ、またセブン。あ、じゃないや、七色のインタビューやってるな。それでは最後に、日本のセブンファンの皆さん、並びに七色博士に注目する人たちにメッセージをお願いします。歌を歌うセブンも、博士として研究を続ける私も、どちらも真実の私なの。だからどちらか一方だけじゃなくて、両方私だと思って、日本のみんなも温かい目で見守ってくれると嬉しいな。うん、どちらも本当の自分だから。どっちもね、この間と言ってることが全然違うな。本音と建前を使い分けて大したもんだな。お兄ちゃんがテレビ見ながらニヤニヤ笑ってる。もしかしてセブンちゃんにハマっちゃったんじゃん。看板の裏にいるのはセブンじゃないか。おいセブン、そんなところで何やってるんだ。しー、大きな声で呼ばないでよ。セブン、ここにいたのか。ひゃスメラギ君に見つかっちゃった。さあ早くこちらへ。今日はミニライブがあると言っただろう。でもそれってみんなが勝手に決めたことでしょ。私は新エリアの攻略を進めたいの。今はシャムロックがクエスト攻略のトップを走ってるけど、他の有力なギルドが追いついてきてるって聞いてるよ。噂だと今頭角を現している凄腕のプレイヤーが。セブン、今は時間がない。話は後で聞こう。おいあんた、あんまり無理強いするなよ。なんだ貴様か。一階のプレイヤー風情が口を挟むな。シャムロックのギルドマスターが歌う歌は共存と平和がテーマなんだろ。なら一階のプレイヤーにも発言させろよ。なんだと。もうやめてよスメラギ君。分かったから、もう行くから。君も恐れ知らずだな。スメラギ君にそんな口を聞いたのはあの友人将軍くらいよ。お褒めに預かり光栄だな。さあセブン、行くぞ。急いでくれ。
君、この間の話誰にも言っちゃダメだからね。ああ、分かってるさ。じゃあまたね、キリト君。ああ。セブンは大変だな。みんな、これから新しく解放された島の攻略について俺の店で話し合わないか。そうね、行きましょう。